こんばんは、カンパパです。今日はですね、平日の夜なんですが、さっきですね、宅配が来ましてですね、とあるものを届けてくれたんですが、ちょっとそのレビューをですねしてみたいと思います。ちなみにね、これじゃないんですけど、これはですね、G-SHOCKですね、カシオの G-SHOCK の、何番ですか、5600ってやつですね。GW5600BJ、 いわゆるですね、電波プラス卓装欄というようなことで、このフォルムがですね、非常に僕映画スピードって大好きなんですけど、そのフォルムで、しかもですね、メンテナンスいらずと、いうことで、約9年前8年前ぐらいに買ったんですが、非常によくですね、アウトドアでは一番使ってるのがこの時計です。ですがね、非常によく使ってるってこともあってですね、ちょっとこの、バンドのあたりですね、ちょっとよくよくになっちゃいまして、ちょっと切れそうな感じがするので、よく使ったこともあるんでですね、新しい時計をですね、ちょっと買ってみました。こちらですね、今日、宅配で届いたやつです。 PRW の 3000-1JF ってやつですね。いわゆる、一番新しいですね、トリプルセンサーをくっつけたモデルです。ちょっと今開けてみます。まだ開けてないんで。おいきなりこんな感じですね。いきなりこんな感じで、さすがですね、電波時計ですね。時刻は合ってます。ちょっと開けてみます。こんな感じでですね、まだ保護フィルムとかくっついてるんですが、質感がですね、G-SHOCKとはまたちょっと違いますね。取れた。時刻はここか。同じ電波時計ですんで、一緒ですね。時刻は一緒です。ただこちらはですね、G-SHOCK の黒い文字盤だったやつを、ちょっとこちらですね、見やすくですね、シルバーの文字盤、こちらの方を買ってみました。非常にですね、軽いですね。第一印象はですね、ちょっとごっついイメージあったんですが、非常に軽いです。こっちの G-SHOCK と比べてもですね、これは比較的薄いモデルなんですが、それに比べて、より薄い感じがします。一緒ぐらいかな。欲しかった理由はですね、僕は動画にもいっぱい出てる通りですね、非常にアウトドアが大好きで、山登ったりですね、トレッキングしたりキャンプやったり、オールマイティに使えるですね、アウトドアの時計が欲しいと、いうようなところで、特に山行く時ですね、僕も昔、登山ばっかりやってた時期があるんですが、そんな時にコンパスとかですね、コードケア持ってなかったけど、コンパスはよく持ってたんですが、そんなものにですね、時計でできたらいいなというふうに思ってたんですが、こちらトリプルセンサーのバージョン3ということでですね、より、精度が上がったと、いうようなところで、じゃあ今回買ってみようかなと、いうふうに思いました。このトリプルセンサー、いわゆるですね、この横にですね、こっちか、3つボタンがついてますね。ここに3つボタンついてるんですが、これがトリプルセンサーのですね、ボタンになります。一方反対側ですね、こちらはモードボタンと、これが調整するボタンですね。でここにですね、計測のノズル、なんて言うんだろうな、なんとなくこう豚の鼻みたいにですね、穴が開いてるんですけど、ここで多分計測するんでしょうね。そんな風になってます。
この3つのボタンはですね、まあ、説明書によりますと、まあ、一番上がですね方位センサー、ちょっとやってみますね。方位センサーピッと、このですね、ここにですね、まあ、黒い点が3つあるんですけど、これが北を指してるそうです。で NNE ですから、まあ、北北東というけど北北東ですね、こちら北北東の方角をやってる、指してると。で実際北はこうですよということですね。実際ちょっと北に合わせてみます。これが北ですね、まあ、N って出ましたけど、まあ、こっち方面が北ですよと。二重液晶パネルだと、まあ、この上にですねいろいろ出るモデルがあるんですが、これは二重じゃないんで、まあ、こんな形で方位を表しているというようなことだそうです。はい、続いてですね、真ん中のボタンですね。この真ん中のボタン、こちらはですね気圧というふうに書いてあります。真ん中を押してみます。気圧ですね、気圧は、1000をヘクトパスカル。まあよく難しいことは分からないんですが、1002かな、今1005か、まあ、そんな感じでですね気圧表示ができるようになってます。で最後ですね、コードですね。コードがですねこれ一番下のボタンになります。でここを押します。計測してるようですね。67m って出てるかな。大体宇都宮の僕が住んでるあたりはですね、まあ、大体 60m ぐらいなんで、まあ、ほぼ合ってんじゃないかなというふうに思います。なんか以前はですねこのコードに関しても、まあ、5m 刻みというふうな表示だったらしいんですけど、このトリプルセンサーバージョン3からですね 1m 刻みで、まあ、再計測ができるというようなところで、まあ、非常に従来に比べてですね、より精度が高まったというようなところで、まあ、これもですねちょっと買うポイント、欲しいなと思ったポイントの一つです。はい、まあ、そんな感じでですねちょっとつけてみましょう。こうか。やりづらいんですけど、こんな感じですね。最初はやっぱベルトは硬いですね。あ、これねすごいスベスベして気持ちいいです。やっぱりですねちょっと G-SHOCK の感じとはね、まあ、こっちはごっついというイメージなんですけど、こちらのサラッとした、なんとなくですね、まあ、ごつさは感じない代わりにですね、こうサラサラ、サラサラ感が、まあ、これ全部プラスチックです。ちなみに、このベゼルがですね、これだけは違うんだね、金属でできてますね。以上こんな感じです。で、モードボタンを切り替えると、まあ、時刻に戻るってことですね。まあ、そんな感じでですね、こちらはめてですねまた野山に行って遊びたいというふうに思います。